どうも、クールエイジのトマト、ゆうきです。今回は久々にバンブーハウスキッチン。寒いね、うん、今日何作る？寒くなってきたからあったかいも食べたいだよね、だよね、だよね。何する？温まるっつったら、おでん？おでんもいいよねだけど今日は鍋をやっていこう。鍋で、うん、じゃあ行きましょう。それでは、はい、鍋に必要なもの、僕たちの大好きなダイソーで揃えてきました。イエーイ。お鍋300円。チョコットストーブ、これもなんと300円です。木製鍋敷き、100円です。火の用心、使い方違うな。固形燃料、固形燃料はいつものです。メッシに使ったやつですね。ホワイトレンゲ、説明は不要でございますです。それでは料理をやっていきます。イエーイ。やい、材料を紹介していきます。じゃん。白菜、大根、人参、えのきですか？ニラ、椎茸、はい、これ100均ですか？これ100均で売ってませんでしたそれを料理していきます。まず最初に白菜、白菜から切っていきます。はい、白菜根っこ取って、取って、ちょっとね、青い方を使った方が見栄えがいいと思う。確かに確かに、見栄え大事、見栄え大事。こんなに、ね、多分大きいとしたら、ね、入らないと思うんで、はい、このぐらいで。これはまず洗ってありますからね。はい、洗ってありますから、はい、いってきます。こっからもね、水が出るから。確かに結構これでスペース取ったね。取ったよねでもね、本当にあの煮てる間にしなびちゃうんで。あ、そっか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 、ちっちゃくなっちゃう感じ。結構あってもいいかもしれない。また足んなかったら後で足します。はい、お願いします。はい、じゃあ次、はい、次は何がいいですか？ニラですか？ニラですか？ニラですか？こんなにニラ使わねえです。ニラね。これいい。ニラ。ニラ。ニラ。意味わかんねえ。何の掛け声じゃ。これね、下の部分。おー。下の部分。いいね、泡をしてて。緑か。はい、じゃあ次は大根いきますか。お、お願いします。硬そう。お、すげえ、カツラ向き。これ落ちてきますね。よくできんね。大根を、大根をムキムキして。いきました。はい。そしたら、半分にして。はい。あまり熱いと、あ、時間食っちゃうからね。煮えてなかったらそうないんで。確かに確かに。薄めで切ってきます。ということで。はい。大根を。入れていきます。いいね、おでんじゃねえかね大根これ味しみるかな。あー、まあ時間だよね。ちょっと線だけ入れとくか。やべえな、これ緊張すんな。するね、俺立てる方も緊張してる始まっちゃってるから失敗できないからね、うん、すげえ、2倍すごいよ。大根こんなもんで、ね、頼まかったらまた後で入れますからね、はい、お願いします。次、人参です。はい、人参も同じような切り方。人参もそうだね、輪切りで。はい。いいかもしれない。こんなもんで、あれば。これはさ、できないんだよ、カツラに。あ、硬いから？縦向きで。あー。行きます。俺昔その切り方で指を思いっきり切ったことあるんだよね。マジで？うん。寒くてさ、手がかじかんでるの。ただいまの気温は8度9度ですね、うん。思ったより寒いでございます。うまいんだよ。うまいもんだね。感じで。これは輪切りにしちゃいます。はい、もう火が入るかな、はい、でこれを人参を、人参もできるかな。人参3つぐらい。はい、次、次えの、はい、えのきですか？えのきですか？えのき入れます。はい。えのきそのまま入れます。えのきはこのまま、あ、いいね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 。そのままぶっ込みます。はい。はい。ということで。あ、あと。
これね、椎茸さん、椎茸をね、はい、入れます。こうやって切って、こうやって切って、できねえな。あー、あの十字架、包丁がちょっとね、切りづらいからね。あんまり上手じゃないけど、こうやって、いい感じ。どうする、え、他にまだあんの食材。今回買ってきましたよ。マジっすか。100円、春雨ですか。ポンで春雨、へえ。こいつもね、これも100均なんだ。そうなんですよ、すごいね、100均ポンで春雨、はい、100均鍋、100均鍋だ。聞こえ悪いねで、はい、春雨1個でいいよね。いいでしょ。あとね、じゃん、佐藤の切り餅100円。いいね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 、あったまるね。これをね、入れていきます。はい、これも100均です。こっち、もう一個餅、餅ポンとポンと餅、いいいいね。こんな感じでいかがでしょうか。これを今から火にかけていきたいと思います。はい、それでは味付け、これはい、これはお鍋にポンのキムチ鍋つゆですね。こちらも100均。おえそれを1人前2つ入れていきます。はい、普通に適当に入れちゃって、お鍋にポンしてください。ポンで、それでは蓋を乗せて、はい、できるまでしばらく待ちます。イエーイ、あったけ、あったけ、あったかいけどさ、これ絶対、あ、気持ちよさ。うん、いい匂いねえ、変態だから食べてくれる、そういうの。さあ、いつもの朝日ビールゼロ、ノンアルコールで乾杯します。はい、なんかこのコップ懐かしいね。懐かしい。はい、それではどうぞ。ああ、どうぞどうぞ。ちょうど全部入るかな、これ。うーん、あふれる。最悪だね。大丈夫か。最近ダメ。ドドドド。よし。あ、すげえ。超ぴったり。すごい、美味しそう。めっちゃ見てね。いいね。写真撮って撮らせてください。はい。じゃあ乾杯しますか。それでは、ではでは、乾杯。ね、そろそろできたと思うので開けてみます。はい、オープン。おお、いい感じ。すごすぎる。キューブの塊。超うまそう。うまそうじゃない。超うまそうね。すごいね、できるもんだね。思った以上にちょっといい感じにできてます。じゃあこれを食べていこう。じゃあまずは、はい、白菜からいただきます。熱いよね、絶対ね。絶対熱い。ふわふわしながら食べなくちゃね。いただきます。えい。
うん、超うめ。キムチマジか。うん、しかも辛い。ちゃんと芯まで。うん、これえのき見えますか。えのきックス。えのきいただきます。ウィー。うん、超シャキシャキ。ニラ見える？見える。ニラウィー。うん、間違いないニラ。マジか。人参は超熱いんだよ。超ピカピカ。超体めっちゃ温まる。あ、すげえ。うん、サクっていったね。うん、サクってかスッと入ったね。超うまい。もっと硬い。全然硬くない。じゃあ俺も食べたい。うん、あった。大根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 。大根。熱いんだって。ビール飲んだか。ビールビールビール。あ、大根。いい感じ。いい感じ。いい。いただきます。うん。うまっ。赤。スッていったね。うん。あ、ビール飲んだ方が。ビール飲んだらね、味がもったいない。あ、そっか。うん。そこまで美味しい。うん。こううま。いいね。赤。だから次に食べちゃいましょう。ちょっと前に持ってきて。もちもち超うめえよ、うん、やべえよ、超いい役目してるよね。あっつっせるよ。あー、すげえあったまる。声変わるもん。それ詰まってるだけ。すげえ屋台に来てる感じがする。うん、でも本当にノンアルじゃなくて普通にアルコール飲みて。うん、まあそのうちお泊まりやるときは本当にアルコール飲みますか、ね、次にワンブハウスがまた新しくできたらね、うん、その時は本当にお酒でやろうぜ。うん、結構低コスパでしょこれ。いや、野菜以外は大体全部100均で揃えたし。だって野菜だって全部そんな高くないもんでしょ。春雨とか餅とかも全部ダイソーで揃えたし、うん、そんなにかかってないと思う。まあ備品含めてトータルで1人1000ちょっとぐらいか。1000かかってねくれか。1人1000円ちょいじゃない。1000ちょいか。土鍋300円だから。うん、土鍋なんかは1回買っちゃえばね。うん、うん、もう食うことも、うん、超早いんだけど。まあじゃあトーマを待ってまーす。うん、でもこれ山の中じゃん、うん、死んない人が見たらちょっと面白いでしょうね。つかさっきからさ足音見てるの、うん、超聞こえね。聞こえる。めっちゃ怖いんだけど山の中で。動物だよね。動物であること祈るしかないよね。人だって人怖いだし。静かなところにさこんなに足音するとめっちゃ怖くね。本当に怖い。幸せだわ。うん、温まって食べ終わりました。お、早い。うん、ちゃんと味わって食べますわ。あ、やべえ、やべえ。でもこれではまだまだ終わりません。マジで。それではもう一回火をつけていきます。はい、お願いします。新しいやつね。はい。おー、おーおい、すげえ怖いんだけど。プシュプシュ。鍋をもう一度乗せます。はい、もう一回炊き直すってことね。そうだね。もう一回温めます。すげえ、こっちほんのすげえ。開けるよ。はい、今日はうどん。おー、うどん入れてきます。うどん、なにほぐしてほぐして。あ、ほぐしてね。ほぐしてほぐして、ちょっと柔らかくなるまで、ごめんね、はい、箸。いい、柔らかくなるまで待ちます。はい、そしたら、はい、卵入れちゃおうかな。あ、卵、この上に卵。うん、卵。
いち溶いてらんねえからこのまま入れますね。はい。いいね。よし。この料理を。この前とちゃん。はい。とちゃんがね。お願いします。いい。とちゃんよ。はい。こんな感じで。そしたら蓋をして。はい。蓋をしてしばらく待ちます。はい。締めのうどん。それではうどんオープン。おーいいね。見てくださいこれ。うわ。うどん出来上がりました。はい。これを食っていこうぜ。はい。キムチうどん。それでは2回目いただきます。いただきます。このまま食おうね。そうだね。あったかいままがいいもんね。確かに。おすげえ。すげえ。多いよね。うん。うん。超うめ。そうだね。こんな。うん。熱い。うん。隠し味に餅。もちもち。うん。あ、うん。やらかくなってる。大丈夫。わあ。うまい。うまい。あったまるよ体が。めちゃめちゃ。屋台2軒目って感じ。ごめん。さっくち。うん。すげえグッツグッツ言ってるよ。火めっちゃ出てるじゃん。消した。外で食べるのってなんでこんなうまいの？うまいね。やっぱりね、寒くなってくるとうまくなるよね、あったかいものは。そうだね。今度あれだね。ん？直してる途中とかでなんかを作りながら手間かける料理。うん、そうだね。料理作り班と直し班。ラブハウス直し班できるといいね。そうだね。うん、なんかレンゲ使ってなくない？あ、忘れてた。ごちそうさまでした。僕ドラえもんみたいな言わすんだよ。鼻から出ちゃうでしょ。これ何のためにレンゲ買ったんだ。本当にこのまま飲むの？え、大丈夫、いける？熱いね。俺は言ったけどチリ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 、おそらく俺のやつより熱いはず。食べ終わりました。おー、猫舌なのに頑張った。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ということで今回は秘密基地バンブハウスで久々の鍋をやってみました。あの、予想以上にうまかったです。うまかった。環境は環境だから余計なのかな。だよね。ということで皆さんもよかったら外で鍋でもやってみてください。庭でやっても美味しいかもしれないね。高動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録お願いします。コメントも待ってます。バイバイ。バイバーイ。